高崎山城は、大分県大分市の高崎山にあった、日本の城である。高崎城とも呼ばれる。文後守護であった大友市の爪城である。海から起立する、高崎山の山頂に築かれた山城で、南高不落の県城として知られた。当時、府内の中心部には、大友市の館である大友市館や上原館があるのみで堅固な城郭はなく、 戦時にはやや離れた、この城によることが多かった。現在、山頂付近には、主角塔の狂やドルをはじめ、呂市大様の遺構が残っている。また、南側山腹には、18畳の縦彫りが掘られたとされ、その遺構も残っている。高崎山は四方を見極めることができることから、古くは四極山と呼ばれ、奈良時代には呂市が置かれた。 高崎山城は、伝説によれば、平安時代末期に、安倍宗党によって築城されたという。鎌倉時代はじめに、大友氏が文庫に下校した際には、在地武士の大上氏一族がこの城を拠点に激しく、抵抗したとされる。文献での書室は昭平4年、昭和5年、昭平13年、延文3年に、大友氏、第8代当主大友氏によって、 本格的に整備された。南北朝時代には、九州における北朝方の拠点として、南朝方の菊池市とのスータの戦いの舞台となった。建徳2年、王安4年7月には、北朝方の九州短大、今川良春の命により、着南の今川帝臣、田原首脳がこの城に入城。この年の8月から翌建徳3年、王安5年正月にかけて、 南朝方の菊池武光、竹政勢と攻防を繰り広げた。英章15年、第20代当主、大友義明に対して、反旗を翻した、旧毛を山はこの城に立てこもったが、佐恵氏らに追われて、クス軍に逃走した。天章14年の島津市の文後審の際には、第22代当主、大友義宗は突撃川の戦いに敗れると、 大却の途上でこの城に入城し、さらに、武前竜王城へと配送した。この城は、文禄二年の大友市開役後に廃城とされた。その石材は、福原忠高による、府内城追記に用いられたという、ありがとうございます。